はい、とまじまです。今回も殺戮の天使続きやっていこうと思います。前回がですね、ザックから逃げて B6 から B5 に上がってきたところですね。続きやっていきましょう。一応なんか、でもここはなんか病院臭いけどな。なんか、もともとレイチェルは、ここの病院におる感じはしたよね。こっち行ける?鍵が閉まっているようだ。じゃあ、他から回っていきましょう。あ、なんだ?なんだ?誰だお前、待つんだレイチェル、やだやだやだ、僕だよレイチェル、誰、え、忘れたのかい、ほら僕が君を診察していたじゃないか、よく思い出してごらん、僕は君のカウンセリングの先生だったじゃないか、まあもし先生やったとしてもここにおる時点でもう信用ならんのよね、チリーン、私の診察をしてくれていた先生、どうしたのレイチェル、ほら僕だよ、ダニー先生だ。ダニー先生?ダニー先生?ダニエル、ディケン、ダニー。ダニー?そうだったかな?先生、ダニー先生。私のカウンセリングの先生。レイチェルピンと来てないよ、先生。少し混乱しているね。でも無理もないさ。ここは恐ろしいところだ。でも安心して。僕は確かに君の先生だ。ね。ああ、そうだった。あ、そうなの?はい、先生。まあ、レイチェルがそう言うと一回信じてみても、よかった。それに無事だったんだね。ねえ、先生。ここは一体何?あと、私、さっき追いかけられたの。あれは何なの?あれ。レイチェル、あれって言ったな。僕もすべてのことはわからない。けど、君を追いかけてきたのはおそらく殺人鬼だよ。まあでしょうね。もううちのチュン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 をさ、ボコボコにやられたんですわ。殺人鬼。なんだろうね、ここは。まるでゲームの会場みたいだ。殺人鬼に追われて捕まればきっと殺される。追われるのは生贄なんだとさ。あ、なんか最初に言ってたよね。天使か生贄かみたいなこと言ってたね。先生は無事だったの?僕は気がついたらここにいた。ここには僕の他に誰もいないみたいだ。じゃあお前も殺人鬼なんやろ。そうとしか考えれないですよ。先生、私すごく怖い。ダニ先生が怖い。レイチェル、怖いのは普通だよ。とにかく一緒に行こう。できることなら僕は君と一緒に生き残りたい。うん、先生。まあ一旦仲間ゲットってことで行こうか。ここから出てきたよね。先生、ここ何?あ、先生の部屋?これ何?あ、調べれるわけでもないんかな。ガラス棚は鍵がかかっている。あ、ここの備品は古いからあまり触らないように。君の目に傷でもついたら大変だ。目のみかよ。ベッドはきれいに整えられている。目疲れてないかい?お昼寝でもする?今昼なの?ほんとだ。そんなところに気がつくなんて賢いね、レイチェルは。え、違う、なんか、目のことばっかり言ってくる。目フェチな。メイフェチってあんま聞かへんの。パソコンには目の病気に関するデータが表示されている。あ、眼科とかそんな感じかな。やから異常に目ばっかりなんやろな。先生、ここ開けて。閉まっているね。確か診療室に鍵があったよ。さっき診療室行った時に言えや、それは。椅子の上に何か落ちてる。あったあった。あー、レイチェル、よく見つけたね。僕は確かそこに座っていたんだよ。先生は逃げなかったの?だって君がいるからね。それに君は賢いからここまで来れると思ってたんだ。なんか悪い人なんかな。なんか微妙に裏切りそうな気はするけど一旦信じましょう。さっきの鍵を使うといいよ。どうしたの?何どうしたのって。鍵を使うと扉が開いた。レイチェルはあんま喋らんけんさ、ずっとダニー先生一人で喋ってる気がする。出口は多分奥の方にあるんじゃないかな。入り口、出口、田口です。ダニーや、気をつけて進もうね。オッケー。まあ、田口がそう言うんやったら、なんだかいくつか部屋があるみたいだね。多分奥の方に出口があると思うから先にそっちを探そう。はーい、いらんことしてすいません。奥?これ?ガラスの壁で向こう側に行くことができない。ガラス張り。なんだか君と僕の二人で閉じ込められているようだね。今エッチなこと考えたやろ先生。これは?ここも閉まっているね。少し他を歩いてみようか。大丈夫。二人でゆっくり過ごせば何かいいことが起こるかもしれない。かもしれないのではいかんで。レイチェルにも僕にとってもいいことが。ね。
なんかこいつやばそうな予感するな。あ、ここは個室だね。患者さんの？そう、特別なね。特別な個室。そんなに高そうには見えないんですけど。囲われた柵の中には綺麗に整えられたベッドが置かれている。柵。これは？あ、なんか書いてる、ここ。何これ。自分の望みを知っているか、欲望を知っているか、それが本能であるならば、抗う意味などな無に等しい。なぜならそんな意味すらここにいる君は持たないのだから、正しい望みには対価がいる。ルールは破らぬように。ルール？どういうこと？ここにはきっとルールがあるんだ。例えば、君を襲った奴はここまでは追いかけてこなかった。何かしらの決まりがあるんだろうね。じゃあ、この望みって？そうやね、結局なんか最初の放送で、放送かなんかで言ってたけど、フロアを出たら、またその人も生贄になってしまうよね。やけん、いやでもザク来ると思うよね。さあ、それは人によって違うだろうね。そうだな、僕なら、綺麗な目が欲しいな。僕は片目が良くなくてね、色も嫌いなんだ。そうかな。レイチェル、君のような目が僕のだったら、それはそれは素敵だろうね。レイチェル、どんな目してたっけ？あ、青いな。まあ、綺麗な目してる。この ブロンドの髪に青い目ってすごい綺麗かも。で、どこ行ったらいいの？あ、開くやんか。ん？ここは患者さんの病室だね。怖がらなくていいよ、レイチェル。なんてことないベッドがたくさんあるだけさ。なんてことないベッドがたくさんあるけど、団体部屋ってやだな。あ、ここもなんか書いてある。壁に文字が書かれているが、埃をかぶっていて読めない。埃取らないと。やめておきなさい。目にゴミが入る。それはきっと患者さんのつまらない弱音のようなものだよ。普通の人間の心の愚痴さ。読みたい、先生。先生は読めるの？いや、僕は片方の目が良くないから、それを読んでもね。でも、埃を、よしなさい。目に汚れが入って大変だ。こいつ目のことしか言わんやんか。君は目を大事にしなさい。とても綺麗な目なんだからね。アイボン、こっちも開くようになったかな。鍵が閉まっているようだ。ここの鍵はどこだろうね。言えや。お前が持っとったんかい。なんか適当な会話かなと思ったら、お前が持っとったんかい。すごい飛ばしちゃったもん。最悪。ちゃんと喋ってよ、先生。今から鍵のこと言うよって先生言わんと、すぐ無言になるで、私は。ここの鍵はどこだろうね。ここの鍵じゃないんかい。先生、言葉足らずやな。ちょっといろいろ説明してくれんと、なんか相性悪そうや、レイチェルと。ここか？じゃあ、僕が開けるね。ありがとう。暗いから気をつけて。オッケー。こっちもなんか部屋あるね。手術室。そうだよ、レイチェル。少し怖い。怖いなんてそんな。ねえ、レイチェル。君の目、よく見せてくれないか？じゃあ明るくして。アイボンあるかな？ああ、レイチェル。本当に綺麗な目だ。なのに恐怖に怯えた目をしてしまって。まるで普通の目のようで。僕は悲しい。君の本当に綺麗な目を見たい。この悪夢から目を覚ませば、君の目に映る、あの青い月のような、美しい静けさは戻ってくるのかな。やっぱこいつポエマーや。夜中にツイッターにいらんこと書くタイプや。ねえ、レイチェル。僕はね、その瞳のそばで生きていたいんだよ。こうは引いてるやん、レイチェル。先生。先生。さて、少しここで何かないか調べてみようか。僕この辺りに大事なものを置き忘れてしまってね。探さなきゃ。もしかすると、レイチェルも、心の落ち着きを取り戻すかもしれないよ。やっぱあいつ、なんか急にさ、ツイッターのアイコンとかを真っ黒にしそう。レイチェル？何？奥に行くのかい？そこの廊下、暗いから気をつけてね。奥で僕の探しているものがあったら持ってきてくれると嬉しいな。先生何探してんの？覚えてないかい？ほら、僕を見つめてごらんよ。その綺麗な目で。きっと君なら思い出せるよ。ヒントをあげる。僕の瞳はアレキサンドロイト。は？
宝石のやつやろ。なんだろう、ここ。先生の探し物はここにあるの？確かアレキサンドロイドって色変わるやつじゃなかったっけ？培養液のようなものが入ったケースの中で無数の目玉が浮き沈みしている。これ目だ。全部青い目。青い目が好きなんやね。何かの機械が動いている。何？中には無数の義眼が入ってる。どれか持っていく。どれを持っていこう。赤と書かれた引き出し、青と書かれた引き出し、緑と書かれた引き出し。アレキサンドロイト、僕の瞳はアレキサンドロイト、赤。赤持っていこう。先生、これ。レイチェル、素敵な赤い義眼だね。僕はこの色が好きなんだよ。だからこの色を選んでくれたのかな。もしかして僕のこと少しは思ってくれてた？こいつやっぱちょっとでも否定したらめっちゃギャン切れしそう。でも惜しいね。当たってるけど違うんだ。これは預かっておくよ。そうやね。アレキサンドロイトっていうのは色変わるんよね、確か。もう一個持ってくってことかな。一回逃げるか。あの先生やばすぎても逃げよう。さよなら。レイチェル？はい。危ないからね。一人で出歩かないように。レイチェル？危ないからね。一人で出歩かないように。レイチェル？これでもう一個持っていったらいいんかな。青好きそうやけんな。青持ってってあげよう。先生、青持ってきた。なんか先生、青好きそうやったけん、青持ってきたで。先生、これ。ああ、レイチェル、これを僕に。もちろん、青い目は大好きだよ。君も青い目をしてる。でも僕はこの青はいらないよ。君の目に比べれば、まがいものだよ、これは。青い瞳は君だけでいいんだ。なんだ、お前。もう残りもんやな。もう緑持っていくしかないよ。先生、緑しかなかった。先生、これ。緑。これを僕に選んでくれたんだね。なんか嫌そうでしたね。レイチェル、もしかすると君の潜在意識に僕はいるのかな？何の話？だけど、あと一歩足りない。その目で僕をよく見つめて。君のダニー先生だよ。なよ、お前。ああ、レイチェル。僕はうっかりしていたよ。僕の義眼があるところには鍵をしていたんだ。そして、その鍵は僕のポケットの中だった。ジャングルポッケー、ジャングルポッケーみたいなこと言うな。知ってる？はい、これ。僕の目。できれば君に見つけてもらいたいんだ。ええー、大人やのにちゃんと自分で探さんと。ねえ、レイチェル。でもね、レイチェルって言えばいけると思っとんか。行くけど。これ目だ。全部青い目。あ、これ見たな。どこ？ダニー先生の鍵つけたとこってどこ？ここか？鍵がかかっているところ。ありました？ここだ。引き出しの鍵を開けた。中には義眼が入っている。この義眼、二つ目がついてる。二つついてんの？レイチェル。先生。ああ、見つけてくれたんだね。それが僕の探していたものだよ。この義眼、先生のなの？なんか二つあるって言ったで。そうだよ。ああ、それを見ても君は何も感じない？思い出さない？わかんない。どうしよう。わかんない。あ、やっぱ、君は未だに夢の中なんだね。近寄らんといて。それを貸してくれるかい？それをつけないと、やっぱり僕は調子が出ない。君と僕のために、それをつけることが必要なんだ。レイチェル、もう一回しまってみたら。やーめぴ。レイチェル？はい。ありがとう、レイチェル。僕は今からこれをつけるから、少し向こうの部屋で待っていてね。逃げちゃ許さないよ。逃げましょう。おかしい。先生はあんな風じゃ。怖い。このままここで待っていて大丈夫なのかな。逃げちゃえ。逃げた方がいい。鍵が、先生が閉めたの？逃げないとダメだ。何かここ開けるものを。さっき先生がいたあたりに何かないかな。先生、この辺いたよな。手術器の機械のようだ。この辺？器具類の裏に何か落ちている。バール。あ、いいやん。バールでバーンやん。これで扉をなんとか。まあ、最悪先生もバーンできるしな。
ここを素手じゃ開かない隙間にこれを差し込んで、硬い。でも、おりゃってすればどうにかなりそうです。もう少し。開いた。ああ、おるぞ、後ろ。ああ、見てました。レイチェル？どこに行こうとしたんだい？ああ、あの、逃げちゃダメだって言ったろ？ここは僕のフロアだよ。先生、このフロア以外に君が逃げたら僕の手で君をどうにかできなくなるじゃないか。いや、先生、君の生きた目をそばで見続けることが僕の望みだったのに、もうダメだ。仕方ないんだ。君はもう僕の理想の生きた青い目じゃない。だからレイチェル、その目を僕にちょうだい。え、それ義眼？二つって言って、義眼？それ。フロア、プリコ、ダニエル、何？話して。え、何？やだ、やだ、やだ！嘘やろ。もう和訳クソやん、先生。あー、レイチェル、そんな顔して。やめて、話して。本当にただの青い目になってしまったんだね。僕は悲しいよ、レイチェル。レイチェルずっとガシャンガシャンやってるで。ねえ、思い出さないかい？どうして君がここにいるのか、こんな目に遭っているのか。そうすれば、君は君を取り戻すのに、あの素晴らしい目に戻って、僕と共に生きよう、レイチェル。でも、和訳クソやん、ガシャガシャやってるでも、レイチェル何の話も聞いてないよ。ダメか。まあ、ダメでしょうね。お願い先生。本当にここから出して。レイチェル？それでも、君の目は、今までのどの人間の眼球よりも、ずっとずっと美しいよ。あ、話して、私お父さんとお母さんのところへ帰りたい。帰りたい。帰りたい。レイチェル？大丈夫さ。君はすぐに、お父さんとお母さんに会えるよ。え？君のお父さんとお母さんはね、君を地獄で待ってる。え？地獄？え？何今の？さあ、レイチェル。眼球を。これ、レイチェルの記憶かなんかかな？レイチェル？あ、お月様。お月様。レイチェル。レイチェル。ああ、やっぱり君は、なんて素敵な目をするんだ。今すぐこれを外してあげるよ。もしかしてレイチェルなんか思い出したんかな？なんか思い出したらその目に戻るってダニー先生言ってたもんね。さあ行こう、レイチェル。どこに？僕はなんて幸福なんだ。え、何？お前、え、何？え？あ、最悪、ダニー先生の方が良かった気がする。おいおい、ダニー、なんて幸せそうな声出してやがんだ。我慢できずに、お前を切っちまったじゃねえか。なあ、お嬢ちゃんよ。レイチェル、なんも聞いとらんよ。てめえを追いかけてきたら、とんでもねえことになっちまったな。なあ、行きたいか？なら今すぐ逃げろよ。逃げてもがけ。希望を抱いてな。そこをぶっ刺してやるよ。ザック、今ちょっと違うかも。あは？ああ、話聞いてないですね、レイチェル。ごめんね。チーモー。つまんねえ顔だな、おい。せっかく俺がこうやって歯の先をつけてた後に行きたいとも思わないのか？ごめんな、ザック。今、レイチェルそれどころじゃないみたい。俺はまともな成人男性だから、お人形さんを切り裂く趣味はないんだよ。何これ。あ、なんか放送かなんかかな。裏切り者の出現。フロア6の者がフロア5の者を攻撃した。これはルールに反すること。以下、レイチェルに続き、裏切り者が生贄となりました。ああ、ああ、いらんことしい。ああ、いらんことしい。
ジャックいらんことし、ああ、あ、冗談じゃねえの。くっそ逃げるか。何しに来たん、あいつ。もうレイチェルも行こう。そうだ。私は、生きてちゃ。あ、レイチェル？あ、レイチェル？何？ガシャコン言うて、あ、ガシャコン言うてんな、これ。ガラスの壁が破壊されている。100% あいつやろ。ザック、いらんことし、血あかね。叩いてもぶっ壊れねえしよ。たく、どうするやいもん。何してんの、あの子。何してんの？なんだ、お前。のこのこ現れやがって。どういうつもりだ？あ？わーとか言う人嫌い。あのね。どうしたん？お願いがあるの。あ？お願い。私を殺して。引いたよ。なに？うえ、吐いた。気持ち悪いこと頼むね、うえ。で、なんで吐くん？吐く方が気持ち悪いと思います。俺はてめえみたいな頭おかしいやつに構ってる時間はねえんだ。すいません。んな気持ち悪いこと言ってる暇あるんだったらここをどうにかしろ。すいません。そう、わかった。ごめんな、ザック・レイチェル、こんな子で。くそ、さっぱり開け方わかんねえ。苦手なんだよ、こういうのはよ。ごめんな、ザック。今どうにかしてあげる。多分どっかでなんか鍵開く気がすんねんな。ここの鍵、もしかすると先生なら、あ、じゃあ先生から鍵を取りに行こう。先生、鍵拝借するで。あった？鍵を手に入れた。よっしゃー、ぴったんこカンカン。あ、動いたぞ、あいつ。今動いたよ。今動いたよね、君。動いたよね。動いたよねって。なんかあの、ダニー先生、もう一発ぐらいぐさってやっとった方がええ気がするんやけど。絶対作るって。先生のポケットに入っていた鍵を使えば、多分、鍵を使うと扉が開いた。オッケー。行きましょう。何ここ？あ、このスイッチか。エレベーター開閉と書かれたスイッチがある。押しときましょうね。スイッチ押しましょう。オッケー。うん、これで開いたっぽいね。ほんで、ザックのとこ行きましょう。でも最終的にあの、ダニー先生は来そうな気がするけど、一回ダニー先生の様子を見に行こう。お。一回ぐさっとやっとけ、エイジェル。ここでさ、ザックに一つ足やられたけんで、終わるんかな、あの人。おい、このエレベーター開けたのお前か？そうです。うん、そう。はそうか、お前か。嬉しそう。こっち一生懸命鍵探したりしてる間にさ、ゲロ片付けてあれ。なあ、お前。さっき殺してほしいって俺に言ったよな。言った。俺バカなんだよ。知ってる。だからさ、一緒にここから出る手助けをしてくれよ。そんでもって、外に出れば、お前もちったいいい顔するかもしれねえだろう。そしたらお前を殺してやるよ。契約成立ですね。本当？あ、お前がちゃんとやればな。わかった。じゃあ、とっととこんなところ出ようぜ。びっくりとハム太郎のこと言ったんかと思った。とっとこ。ザック。アイ、ザック、なんて。じゃあもう出よう。ん？おい。下手な真似はするなよ。あとはしゃぐんじゃねえぞ。それはどうでしょうか。アジムラはしゃぎますよ。レイチェルははしゃがんかもしれんけど、アジムラははしゃぐよ。俺さ、幸せそうなやつとか、嬉しそうにしてるやつを見るとよ、つい殺しちまう。わかった。ま、てめえの死んだ目じゃ、その心配いらねえか。なんで一回失礼なこと言うたん？乗った、エレベーター。フロア、B4。肌寒いところ。ち、まだ B4 かよ。さっさと行くぞ。あいつ一人でも何もできんくせに。
水の中に何かある。あ、なんだよ、何があんだよ。なんだろう、わかんねえのかよ。じゃあ俺もわかんねえよ。そう、わかねも見つめてても仕方ねえだろうが、ほらさっさと行くぞ。まあ正論っちゃ正論ですね。どこだ、わお、お墓。